まずはバファローズの先発能見が甲子園のマウンドに上がります。ベテランらしく巧みに立ち上がってほしいところです。赤星さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか注目ですよね。まあそうですよね。そういう意味でも 1,2 番バッターには注目していきたいと思ってますね。はい、その 1,2 番がどう活躍していくのか見ていきましょう。最初は変化球持ってきました。ストライクです。ここは落としてきました。インサイド落ちました。入れました。ファールボール。インサイド落ちました。ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている。伸びてライトオーバーのヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー二塁です。さあ、そして打席には藤原が入っています。さあ、先制を防げるかという場面。まあ先制がかかってますし、ここはしっかりアウトを取りたいですよね。なるほど、そうですよね。力のあるストレートですよね。インコースストレート走ってきた。キャッチャー三塁送球する。盗塁成功です。この場面でランナーを三塁に進められることとなりました。これはしっかり阻止してもらいたかったですね。